忠実にみんなでね大切に育ててきた、そういうチームですよね。94年の発足から14年間苦しい道のりでした。しかしついに日本一、 J リーグ山崎ナビスコカップの頂点に立ちました。風間さん、改めて今日の試合、素晴らしいゲームだったと思います。エスパルスも自分たちのサッカー中盤をねやっぱり厚くして両サイドを攻めたいというところでしっかりやってきたと思います。ですけども大分が自信を持ってやっぱり守備、全くエスパルスの特徴を出させなかったですね。そうですね。そして本当にね、あのシャムスカ監督もおっしゃってましたけども、うちは守備だけじゃない、点が取れるんだと。そうなんです。いうことをその通りにうまく点を作りましたね、生みましたね。本当に見事な優勝だったと思います、はい、とてもかつて残留争いを繰り返していたチームには思えません。初めての体感です。タイトルを手にした大分トリニータ、今年の目標を改めて先日シャムスカ監督に伺ったところ、 J リーグとそしてナビスコカップの2冠、そう力強く宣言していたのを思い出します。まだまだ J リーグでもね暴れそうですね。そうですね、はい、いや素晴らしい戦い方でした。大分トリニータ、見事に山崎ナビスコカップの頂点。この後感動の表彰式です。地上波は閉めたんですけど、ちょっと目を見せてですね、J リーグ山崎ナビスコカップ、およそ4万5000人のサポーターが駆けつけたこの選手のプレスで、ようやくこの青とオレンジのぶつかり合う炎に決着がつきました。悲願の初タイトルを獲得、大分トリニータの優勝で幕を閉じました。中西さん、はい、前半あれだけ均衡した中で、はい、後半このような展開になるとは、はい、なかなか予想つかなかったですよね。そうですね、やはり後半もね、結構ちょっと点入らないのかなと思ってたんですけども、やはりね1点取ってからですよね、それから展開が変わりましたよね。そして今表彰台へと向かうこの大分トリニータのメンバー、準優勝清水エスパルスが今表彰台から降りてまいりました。こうなるとやはり大分トリニータのメンバーの背中も非常に頼もしく見えてきてしまいますよね。さあ2対0、高松選手のゴールでようやく清水のゴールマウスをこじ開けました。そして最後の最後でウェズレー選手がゴールを決め、2対0その勝利を確実なものとしました。まあ地方の力、そういった声もありましたけれども、これだけ多くのサポーターが駆けつけるというのも、まあ、優勝には一つ必要な力だったんだと、はい、いうこともありましたよね。そうですね、本当にね、大分っていうね遠いところからね、この国立にねこんだけたくさんのねサポーターが来てくれたっていうのはね、選手にはすごく力になったと思いますし、でねここでこのその場でね2点も入れてね初タイトル取ったっていうことはね、
サポーターにとってもね、本当選手にとっても、はい、でチームのねスタッフのとってもね、すごく本当に良かったんじゃないかなと思いますね。はい、まあとにかくチーム一丸となってという意味では、最後のシーンになりますと控えの選手も全てベンチに座りました。はい、出場停止の選手も怪我の選手もベンチに加わりました。そして今優勝した大分トリニータには山崎ナビスコ株式会社飯島茂明社長より山崎ナビスコカップおよび優勝賞金1億円が授与されました。これは大分にとっては非常に大きなタイトルです。本当ですね、このタイトルもそうです。この、ね、賞金というのは、ね、はい、チームのとっては、ね、運営資金にもなるわけですからね。これをまた強化費とかに当ててね、チームがまた一回り二回り大きくなってね、はい、大分のね上昇軍団になってほしいですね。そうですよね。こうして歴史に一つまた大分 の、 この優勝した星というのがつきます。そして今 MVP には大分トリニータの高松大輝選手が選ばれました。それでは MVP に伺います。高松選手です。お願いします。勝ったその時の気持ち振り返ってください。いやもう最高でした。はい。ついさっきボードとかカップを持ってここに登って喜びをあらわにした人と思えないあっさりした答えになりましたけれども、実際どうだったんですか？いやもう最高でした。そんな最高な高松さんに伺います。あの先制ゴールの時、よくあの狭いところヘディング。いやもう自分だけの力じゃなくてね、もう本当チームメイト、スタッフ、そしてサポーターのみんながここまで国立まで来てくれたおかげだと思うんで、もう今日は一緒に楽しみましょう、はい。初めて経験する決勝の舞台、正直大舞台経験している高松さんというのも硬いというか、そういう部分もあったかもしれませんが、そうですね、やっぱり清水さんもすごいいいチームだったし、本当それ以上にね自分たちはやらないといけないっていうのも分かってたんで、本当このチームで優勝できて本当幸せです。はい。前半 0-0、 そして後半に向かってどういうふうに戦っていこうって選手たちにはキャプテンとして話をしたんですか？いやもう本当自信を持ってね、90分間集中してやれば優勝できると信じてたんで、それをみんなに言って頑張りました。さあこうして一冠取りました、日本一です。改めてその日本一の喜びと全国のサポーターの皆さんにお願いします。そうですね、まあ今日は一日喜んで、またリーグ戦がすぐあるんで気持ちを切り替えてリーグ戦も優勝できるように頑張りましょう。それにしても高松さん、怪我からよく帰ってきました。いや本当みんなに支えられて本当にありがとうございました。 MVP 高松選手でした。優勝大分トリニータの選手の皆さん、おめでとうございます。
さあ見事優勝を飾りました大分トリニータのメンバーが再びピッチへと戻ってまいりました。高松選手の話にもありましたけれども、まあ、とにかくこの自信を持っていく、はい、そのプレーが本当後半如実に現れてましたよね。そうですね、はい、もう本当に自分たちの、ね、サッカーを本当にやり通したっていうゲームだったと思いますね、はい。まあ、最初の得点はヘッド、そしてウェズレー選手の決定的な決勝点2対0。まあ、今このピッチから見てもまだ大分のサポーターがずっと残ってるんですよね。そうですね、やっぱりあのエスパルスの、ね、サポーターの方はね少しもう、はい、あの帰ってるんですけどもね、やっぱり大分のサポーターまだねほとんど残ってますからね、はい、やっぱりこの、ね、瞬間を、ね、やっぱりねあの選手とかスタッフとか、ね、サポーターでね分かっちゃってるんでしょうね、はい。まあ、選手たちはちょうどあの祭壇の上で表彰式行われましたけれども、はい、シャムスカ監督自身はちょっと下にいて見上げてましたが、ちょっとなんか親心のような親のような目で見てましたけれども。そうですね、まあ悲願ですよね。やっぱりあのこのチームはねやっぱり苦労してきたと思うんですよね、はい、あのある程度結果は出してきたと思うんですけども、まあ、そしてね今年こうやってナビスコで、ね、決勝前のことでチャンスをつかんだ、まあ、その時に、ね、ちゃんとこの初タイトル初めての試合で、ね、つかんだっていうのはチームの自信になると思いますし、ほんでまあこれが、ね、シャムスカ監督の、ね、まだこのやってることは間違いないんだって確固たる信念につながると思いますから、ね、これからのまた大分が楽しみですね、はい。そしてそれに応えた選手たち、はい、まあ、今日の大きな勝因っていうのはどういった部分になりますでしょうか、はい、あのやはりあの言ってた選手点、はい、まず自分たちが取れたということですよね、まあ、そしてそのままね、逆のエスパルスのね木に開けた3人のね若きトライアング、はい、あの3人をしっかりと大分のディフェンスが抑え切ったこと、まずそこだと思いますね、まあ、試合の途中では足がつる選手も出てきました、はい、それだけの死闘が繰り広げられたわけで、まあ、それでもとにかく防ぎた、まあ、途中上本選手も、ね、倒れるようなシーンもありましたけれども、はい、まあ、とにかく激しいぶつかり合いとなって、もう今でもこの満面な表情を見ると、そうです、ね、いや戦い切った後ってのは素晴らしいですよね。そうですね、本当にもう最後の、ね、力まで振り絞ってやってたと思うんですよね、はい、どっちかというとやっぱり大分の選手の方が足つってる選手が多かったんで、本当に一生懸命走ってたんだなっていうのは思いますよね。先制点を取ってからの大分の動き、はい、まあ、相手チーム清水は2人選手を変えてきました、はいはい、そこあたりからもやっぱうまい具合に処理ができたというふうに捉えていいんですか、はい、そうですね、もう自分たちのサッカーをすればっていうやっぱり信念を持ってたんで、はい、相手の選手が変わってもやることは変わらなかったっていうことですね。その中で相手がやっぱりちょっとあの前がかりになったところで2点目が取れたっていうことですよね。なるほど、その2点目を奪った大分トリニータ、 2008Jリーグ山崎ナビスコカップ決勝、大分トリニータ対清水エスパルスは2対0で大分トリニータが優勝しました。それでは優勝監督インタビューです。サポーターの皆さん、大分トリニータを初めての日本一タイトルに導いたシャムスカ監督に伺います。シャムスカさん、おめでとうございます。ありがとうございます。まず優勝という目標を成し遂げた今の気持ちから聞かせてください。Ah, esse é um sonho de todos nós, né? Da torcida, jogadores, patrocinadores, comissão técnica. E esse sonho a gente pôde realizar juntos hoje. Nosso sonho, 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 nosso sonho
った瞬間どんな気持ちが胸の中に溢れてきましたか。A emoção é muito grande em conquistar título, né? E a gente sabe o sofrimento, a dificuldade da nossa equipe, é uma luta constante para conseguir os objetivos. A gente é uma equipe que está crescendo, para se tornar grande, não é uma equipe emergente. E a emoção é muito grande conquistar título, né?
abrindo uma nova porta para a história do clube. そうですね。本当にここに来るまでいろんな困難を乗り越えてきたし、やっぱり、シーズン始まる前、やっぱりそれほど、みんなから注目されたチームではなかった。だけども我々にとって大きなことは、また新しい、歴史を築いたということ。それにとって本当に大きなことだし、本当気持ち的にも本当にあの笛を聞いた後は本当にすごくよか気持ちは良かったと思います。Mais importante é que esse título é mérito maior, né, da capacidade dos nossos jogadores, né, que fizeram um trabalho muito bom durante todo o jogo e toda a competição. それよりもまず、今日のゲームで、というより、まあ、この大会、まあ、しっかりと選手たちが、結果を出し続けてくれたこと、まずそれが一番重要だったと思います。もっともっと伺いたいんですが、サポーターの皆さんが待ってますんで、これで終わりにしましょう。おめでとうございました。Agora a gente tem que trabalhar para tentar o título da G-League, né? Esse é o sentimento de todos nós. Arigato gozaimashita. まあ、気持ちは切り替えて、あとは J-League のタイトルを狙っていきたいと思います。ありがとうございました。おめでとうございました。勝利チーム優勝監督、シャムスカ監督でした。以上をもちまして、J リーグ山崎賢人監督の表彰式および全ての得点を終了させていただきます。2008 J リーグ山崎ナビスコカップ決勝、大分トリニータ対清水エスパルス、2対0大分トリニータが優勝しました。監督インタビューもお聞きいただきましたけれども、やはり多くの人がこのチームに携わっていて、多くの人を夢を乗せてここまでやってきたというのが伝わってきましたよね。そうですね、本当にみんなのね、本当に夢が叶ったというのね、監督のインタビューで言ってましたけどね、本当に今日は大分にとっては、ね、幸せな一日だと思いますね。まあ、初めてこの国立の舞台での試合、大分トリニータにとっては初めての国立の舞台ということにもなりましたけれども、初めて来て初めて優勝してカップを持って帰る、まあ、とにかくやはり強いチームだったなということなんでしょうかね。これはそうですね、本当に大分、本当に監督も言ってましたけど、はい、本当に自分たちのサッカーを予選から、まあ、もちろん J リーグも含めてですよ、カップ戦でね、予選から全部本当にやり通したなはい、感じですよね。自分たちの本当にサッカー負けずにやり続けたこの1年の結果がここの、ね、舞台で、ね、2-0 という形で出たんじゃないかなと本当に思いますね。まあ、2点もさることながら本当に今おっしゃった通り0点の方、こちらも大分らしさなんですよね。そうですね、本当に選手点取ったら負けないっていうのがね、またこれでね1試合増えましたからね。そうですよね。あ、まあ、この後リーグ戦も残っていますけれども、まあ、1つの節目をこういう形で迎えた大分トリニータ、新たな伝説を作りました。まあ、対する清水エスパルスの方も非常に攻め抜いて、やっていたわけですけれども、なかなかこの得点というところにはいかなかったんですよね。そうですね、やはり前半からちょっと思ってたんですけども、やはりちょっとサイドの攻撃が少なかったかなと。その辺で前の3人が孤立してしまって、そこをマークつかれてボールがちょっと回らなかったかなという感じがしましたね。で、まあ、後半に、ね、市川選手が入って多少ね、はい、オーバーラップしてきて、そこからセンタリングチャンスは何本か、ね、作れたんですけどね。まあ、結果として2対0、まあ、前半後半比べてみると大分の方としてもやはりこれは作戦勝ちという部分、作戦がらっと変えてきたという印象はありましたか。そうですね、まあ、今この世界一の幸せ者というふうに今助けをつけて社長喜びの表情、あ、もうとにかく明るい方。そうですね、まあ、チームというのは上層部では監督だけではありません。本当にいろんなスタッフがいる中で作られている。そうですね、明るいチーム大分トリニータ。もうやはりね、もちろんチームはね、社長、監督とか選手だけの問題じゃなくて、やっぱり社長がね、やっぱりトップに立って決断するわけですからね。やっぱりこうやってこの舞台で優勝を飾ったっていうことは社長にとっても嬉しいですからね。現在ビッグリーランが行われているこの国立競技場のピッチ上です。どの選手も表情が本当に明るくて、いや、素晴らしい試合を僕らもありがとうと言いたいんですけれども、本当ですね、一人一人がね、本当は今日の試合は 100% 力出してくれたと思いますよね。皆
原西さんがこう通して見ていた中で、まあ、今日 MVP 高松選手というありましたけれども、はい、他にこの選手動きが良かった、そういった選手いらっしゃいますか。はい、そうですね、あの前半も言ったんですけども、やはり高橋選手、はい、すごくねサイドをね、あの攻撃の面でもすごい貢献してたんですけども、あのディフェンスの面でもね、はい、原選手とか岡崎選手のドリブルトップの、ね、体を張って止めてたんで、その辺ではねすごく深谷選手とかもすごく注目して見てましたけどね、はい、まあ、そういった中本当に堅守堅守で最後には追加点を挙げたウェズレイ選手、はい、まあ、あのウェズレイ選手の仕事ぶりというのも素晴らしいですよね、はい、そうですよね、もう36歳という年齢なんですけどもね、はい、まだあのやはり体格をねちゃんと維持してね、あの当たり負けもしない、すごくあのなんていうんですかね、僕も現役の時はね何度か対戦したんですけども、はい、その時のプレーをねまだしてるんでね、そこは驚きですよね、何も色あせることなく、そうですよね、あの本当にねそんなに運動量ある選手ではないんですけども、はい、本当に決定的な仕事をしてくるというか、本当に嫌な選手だったんで、もうそのままの状態ですよね今でもね、すごいですよね本当に。まあさらにはニューヒーロー賞を昨日獲得しました金崎選手、まあ前半からいいシュートも放ちましたし、後半も要となってプレーをしていました。なんかうまく言えないんですけども、金崎選手のこの将来性というのも非常に期待していきたい。そうですね、あのやはりこんだけ注目されてくると、今度どんどんねマークが厳しくなってくると思うんでね、その辺で今度はもっとその当たりに、まあ、負けない体も作るのもそうなんですけども、今度はかわすテクニックね、はい、この身につけて、あのやはり、まあ、もちろん大分にね、とどまることなく、今度は海外とかにね、はい、目を向けてね、本当にどんどん成長してもらいたいですね。そうですよね、まあ、若い選手が多い大分トリニータ、その中でも森島選手も最後には登場してきました、はい、試合中もあれなんですよね、実はうずうずしているんですよね。そうでしょうね、まあ、やはりあの森島選手もね、あの移籍してきてね、大分にすごく貢献してますからね、はい、ちょっとでもやっぱりこの決勝の舞台に立ちたいという気持ちはすごく強かったと思いますよね。そうですよね、はい、なかなかこういった優勝をかけた戦いというのはそう何回もあるわけではないですから、はい、カップ戦、リーグ戦いろいろありますけども、まあね、本当これ勝ったら優勝というのはカップ戦だけですから、そうですね、天皇杯かナビスコカップか、はい、まあ、そういった意味ではこの舞台を経験したというのも森島選手にとって、はい、また一つ上のカテゴリーに行く意味でも重要と。そうですね、しかし大分トリニータ対清水エスパルス、まあ、始まる前は打ち合いになるのか、それとも、まあ、均衡したスコアレスの試合になるのか分からないまま前半が終わりまして、はい、後半シャムスカ監督のシャムスカマジックという言葉がまた、そうですね、本当にそうだと思いますね。もう本当にお互いの、ね、ディフェンスがしっかりしてて、はい、このまま、ね、延長に行くのかなと思った瞬間、ね、あのやはりあのサイドを崩してね、センターに高松選手が落ち着いて隅にヘディングシュートを、ね、きちんと決めましたね。あの辺はもうさすがだなっていう感じで、その後も一緒本当にあの変わることなく守って相手が前がかりになったところで空いたスペースを本当にウェズレーで、ね、最後落ち着いて決めたと思うんですよね。あれもね、後半の途中まで全く試合が動かなかった時間帯だったわけですけども、両チームの監督として、まあ、変える理由がないといえばそれまでなんですけども、はい、選手をこう変えづらかったのか、それともあえて変えなかったのか、はい、どういった状況だったと思われますか。あのやはり、大分の方は変える必要はなかったと思うんですよね、はい、まあ、エスパルスの方はもうちょっと早いタイミングで変えてもよかったかなって僕は気はしたんですけども、まあ、大分の方は、本当にあのままのサッカーでやり通せばこのままいけるっていうあのシャムスカの多分あの信念あったと思いますからね。で、まあ、その後は、まあ、チームに貢献してくれた人を出して、はい、まだ気持ちを高ぶらせて、チームはやっぱり疲れてる中でね、一人こう動いてくれる選手が出ればやっぱりみんなが活性化するんですよね。まあ、みんなこう一生懸命動いてるから動かなきゃっていうなるんで、はい、その辺でのやっぱりシャムスカの親心でもあり、なんか選手のこうみんなの気持ちを掴んでるなっていう采配であったかなという感じがしますね。まあ、本当にその采配が、まあ、的中したというか的中する前にまず1点入って、はい、そして最後にはウェズレが入ってと、はい、チームの流れ全部を見れば非常に気持ちいい流れでしたもんね。そうですね、本当にポンポンポンって最後あれこんなに気持ちよく勝ったかなって思わせるぐらいの本当展開だったので、最初の本当前半とか の、 あの、ね、均衡した試合が本当に嘘みたいな終わり方でしたもんね。まあ、その聖地国立決勝を迎えたピッチの上というのは90分間やっぱ長いものですか。
やはり長いと思いますね。でもこうやはりエスパルスにとって1点入れられたからはすごく早く感じたと思うんですよ、ね、で逆に大分の方は長く感じたと思うんですよ。そういう心理ですよね、本当に、まあ、後半20分を過ぎたところ、はい、まあ、そこで点が決まりまして、そこからのじゃ25分というのは両チームにとってはもう印象がガラッと変わってしまった、ね、ちょっと焦っていたという面は清水エスパルスあったんですか。ありましたね、見られましたね。前線に本当にただ放り込んでしまうだけっていう感じになったので、その辺をね、本当ディフェンスにマークをつかれて跳ね返される場面が何回かもあったので、その辺ではまあ前半から言ってたんですけども、はい、もうちょっと裏のスペースであったりとかサイドのスペースをどんどん利用したかったかなっていう展開ではありましたね。まあ、そこをうまくついた大分トリニータの追加点。そうですね、本当にそこはウェズリーが落ち着いて決めてたと思います、はい、もうあの1点で、ね、本当に決まりましたからね。そうですよね、まあ、とにかく僕らピッチサイドで見ていた時もスタンドだけではなくこのベンチサイドの喜びようもすごかったですよね。本当にね、2点目でもみんなが確信しましたけど、はい、本当1点目の喜び方がもう尋常じゃなかったですからね。尋常じゃなかったですよね。まあ、そして最後にはベンチの横には、まあ、怪我した選手、出場停止になった選手をみんな駆けつけて、そうですね、でしかも印象的だったのが試合の終わるちょっと前ぐらいから監督がもう交代しないと言わんばかりにベンチに控え選手を呼び込んだ。そうですね、このあたりもやっぱ統率力のうまさというのもあるんですかね。もう本当に何て言うんですかね、監督って本当サッカーだけを指示してればいいんじゃなくて、やはり人の心を、ね、掴むってい う, こう戦術っていうか、そういうのも必要なんだなっていうのは本当改めて思い知ったというか勉強になった部分ではありますね。まあ、本当シャムスカ監督の選手掌握術加えてサポーターの掌握術というのも素晴らしかったというふうに、今日は改めて感じさせてくれるそういった試合でした、はい。まあ、これだけ改めて振り返ってみてもまだ多くのサポーターが残っているわけです。本当ですね、みんなで本当に喜んでますよね。まあ、大分という場所、はい、場所的な不利というのはもちろんありますけれども、はい、それを取っ払ったのは、まあ、このサポーターだったのかなというのも、ね、そうですね、はい、本当に、ね、何回も言ってますけど、本当九州、まあ、もちろん関東の、ね、サポーターの方もいらっしゃるでしょうけども、はい、やはり九州っていうそういう遠いところからね、はい、バスとか本当に飛行機やら電車使ってね来てくれた人がね、この国立の舞台にいるっていうこと自体がね、本当に、うん、一サッカーファンとしてもすごく嬉しいことですし、本当この九州のチームが優勝したということは、ね、本当にまた J リーグが次のステージに進むになんかこう手助けしてくれてるのかなという、ね、感じはしますよね。まあ、この青いユニフォームがこれから先、今シーズンの J リーグもそうです、来シーズンもまたこのサッカー界を賑わしてくれるんじゃないかな、そういうような期待感を非常に感じさせる試合となりました。しかしこのサポーターのいろんな横断幕や垂れ幕いろいろありましたけれども、初栄冠、初優勝というこの場所まで行き着くのが、まあ、長かった、待ち遠しかった、そういった印象を受けました。99年に J2、そして2002年に J1 に昇格、そこから6年、長いようで短いようでどちらなんですかね、感じとしては、ね、本当にそのタイトル取るのってすごく大変なことだと思うんですよね。でまあ、本当に長いことかかって、まあ、僕も、ね、ジェフにいたときはそうだったんですけど、はい、タイトル届く、僕もこのナビスクの決勝の舞台に立ったんですけども、やはり手が届かなかった、やっぱりそういうチームもあるってことですよね。でも大分は初タイトルがかかったこの舞台で、はい、ちゃんとしっかりと自分たちの力でタイトルを取って九州にあのカップを持って帰れると、はい、もう本当に羨ましいですね。幸せなチームだと思いますよ、本当に、はい、これだけ多くの方に囲まれてカップを持って帰る、地元に帰るという大分トリニータ、そしてね、まあ、本当にまだ J リーグも、ね、優勝の可能性十分ありますからね、はい、まあ、心配なのはこの優勝で、ね、一回落ち着いてしまわない、はい、ね、しまってしまったらっていう感じはありますけども、はい、でももしかしたら大分はねもっと欲が出てるかもしれない、さらに強さを増す可能性も、ね、そうね、十分ありますからね。まあ、まだまだタイトルという意味では J リーグ、そして天皇杯ということもあります、はい、さらにこういったステップアップを重ねていくと九州のチームがアジアへ、はい、そして世界の舞台へと、はい、そう
ね、そういうこともありますよね、十分ね、はい、非常に楽しみなチームがまた一つ増えた、まあ、もちろんこれだけいろんなチームありますけれども、どのチームも楽しみではあります、はい、ただ今年この大分トリニータが取ったということは何か運命めいたものもちょっと感じはしますね。先ほどの次のステージ行くというのもありますが、本当になんかこうなんか違う風が吹いてきたな、まあ、今までのこの上昇と言われたチームじゃなくて、やはりこう九州の、まあ、まだタイトルを取ったことないチームがこうやって栄冠をつかんだっていう、はい、そしてまた J リーグでもまた優勝のチャンスがあるということはね、まだこれからこう他のチーム、まあ、これから J を目指すっていう地域のチームにも勇気を与えたんではないかなとは思いますけどね、まあ、振り返ってみますと大分九州のチームとして初めてという話も多くありましたが、はい、考えてみれば各カテゴリーに日本代表の選手を出すというだけの実力を持ったチームにも育ってたんですよね、はい、実は、はい、そうですね、そういった意味ではまあ必然だったのかなというような、まあ、対するエスパルスもかといって弱いチームではありません、決して、そうですね、こういった強豪チーム同士がぶつかり合った結果2対0というゲームになりました。喜びいっぱい、いやだけ決勝にかけてきたということはあります、ね、さあそれでは改めてこの喜びも含めまして試合のハイライトをご覧いただきましょう。さあ前半振り返っていきますと、まず最初にフリーキックのチャンスを得ました清水エスパルス。ここからまあ今日の試合が幕を開けました。そうですね、まあ、エスパルスも、ね、本当トリックプレーの、ね、このフリーキックを何回か対応してたんでね。さあそしてニューヒーロー賞を獲得した金崎ムーへのパスが出て、その金崎ムーがシュート、うん、このあたりも今日の試合にかける思いというのが、思い切り打ちましたからね。あれだけ若い選手がこんな大舞台で気持ちよくシュートって打てるもんですか。いや逆にね、若い選手の方が思い切りよく打てると思いますね。あ、そしてこのチャンスはご来場誠にありがとうございました。押すとね、これまた入ってたらまた違う展開だったかもしれないですけどね。そうなんですよね、違う形の先制点になるかというシーンでしたが、さあそして清水エスパルスも負けてはいません。やはりこの辺りも若い選手が前へ前へといった結果、こういったシュートへと見せていた。そしてこのトリックプレーの清水エスパルス、まあ、味方に当たってしまったのは不運でしたけれども、うん、そうですね、プレーとしては全くもって悪い点はなかった、もう なかったですね。このね、お尻に当たっちゃいましたけどね、キーパーの全く逆をついていたというような形になりました。さあそしてこちら後半の清水のチャンス、まあ、いやこれちょっとの差だと思うんですよね、こういうのもね、枠にシュートがいってればっていう感じなんですけども、やはり大舞台でのファイナル決勝優勝がかかった試合ということにもありますので、ちょっと力が入っていた部分もあるかもしれません。そしてウェズレイ、このシュートもね、まあ、あのキーパー触らなければっていう感じのも、指でよく触りましたよね。いやこれ山本が素晴らしかった、素晴らしかったですね。まあ、そしてまだまだ攻めていく大分トリニータ、この辺り勢いありましたよね。そうですね、からですね、高間選手、そしてやはり左エスパルスの、ね、左サイドが少し空いてしまって、そこを簡単に使われて最後ね、高間選手になっちゃいましたね、ヘディングね。もう一度ご覧いただきましょう、本当に狭い、はい、本当に狭いここを狙ってきました、うん、もうここしかないってところですよね。いやさすがの山本もこれは止められない。そしてガッツポーズシャムスカ、勢いに乗って、しかしそれとも追加点が加わらないという状況の中で最後に見せたのがウェズレイでした。そうですね、本当にエスパルスの、ね、ディフェンスが前がかりになったところで、はい、あの本当に最後ね、ウェズレイがねここトラップしてちゃんと、ね、キーパーの脇の下にね転がしましたよね。見事な得点2対0、はい、大分トリニータが優勝を果たしました。改めて振り返ってみると、はい、前半は均衡、後半は流れは大分かな、はい、大分大分2対0という形でしたね。そうですね、本当に後半なんか特に大分頑張って守って1点取ってからエスパ攻める攻める、でも大分もう1回1点みたいなね、そういう展開で本当に終わっちゃいましたからね、はいはい。まあ、先ほどの中西さんのコメント通り、やはりちょっとエスパルスが焦ったシーンで、うんうん、ウェズレイがフリーになってしまった、はい、まあ、あそこもちょっと痛かったなっていうのありましたね。そうですね、もうでも
ね、やっぱりここの試合勝たなければダメだったんで、やはりエスパルスの方はね、やっぱり点を取りに行かなきゃいけなかったんで、もう仕方がないといえば仕方がないのかなと思いますけどもね、まあ、交代のカードも3枚使って、はいはい、まあ、延長を考えなければいけないけれども、はい、かといって延長に持ち込むためには得点が必要というシーンそうなんですよね、まあそこで本当に点を入れなきゃいけないって、もうもちろんベンチも思ってただろうし、はい、選手も思ってたと思うんですけども、それがね、まあ、逆に2点目を入れられる原因になってしまったのも確かなんですよね。大分にとってはこれ入れたら延長になってしまうという焦りはあったんですかね。いや、もう多分ね、もちろん普通のチームではあるとは思うんですけど、はい、今の大分には1点入れれば勝てるってみんながね思ってるこの強い意志がありますんで、多分、はい、よし1点取ったからもう俺たち勝つって多分みんな思ってたと思いますけどね。そういうイメージ作りが今シーズンの大分のある意味、はい、原動力と言ってもいいんでしょうか、はい、そうですね、もう本当にそこがみんなうまくいったチームとして一つになっているっていうことだと思いますね。いや本当に今シーズンここまで見事に先制点を取って勝つというチームがあるとは思いませんでした、はいはい、本当ですね、もうここから本当にまだこれがねベースとなって来年、まあ、まだもちろん今シーズン試合あるんですけども、はい、来年もまだねこういうサッカーをされたら他のチームも真似するんじゃないかなとは思うんですけどもね。始まりましたプロサッカーニュースジャパンサッカーダイジェストのお時間です。さて J リーグ山崎ナビスコカップ、ついにカップウィナーが決定いたしました。そのナビスコカップファイナルの模様を今日はたっぷりとお送りしたいと思います。さあ風間さん、トリニータ対エスパルス、非常に見応えのあるいい試合でしたね。もうサポーターも含めてね、うん、素晴らしいグラウンドでしたね。私も行ったんですけれども、はい、もう国立競技場のピッチのところ、その観客席に入ったら、はい、もう左にこう大分のブルー、そして、右に清水のオレンジと。どうです、あんな予想しなかったでしょ。あんなにね盛り上がってきちっとバーンと入るとは思わなかった。もうやっぱりどうしても少なく大分が少なくなるのかな。そう、なんもなかったですね。大分頑張りましたね、サポーターいっぱい来てくれました、うん、はい、久保さんも国立競技場に行かれたということですが、いかがでしたか。はい、もう天気も良くて、できれば観客席に見たかったです。それぐらい気持ちのいい天気で、はい、最近代表では前にならないんですけど、久々なんかこう、あ、国立競技場だな、サッカーの聖地だなっていうような雰囲気ですね。川原さんも行かれたそうですが、そうですね、本当もう雰囲気最高で、こう初優勝の瞬間というのはね、何回見てもこうなんか感動的というか、うね、ちょっとうるっとくるようなところがありましたもん ね、はい、なかなか盛り上がりましたが、さあそれでは行きましょうか。はい、まずはそのナビスコカップ決勝戦に先立って行われました前夜祭をご覧ください。決勝戦を翌日に控え、両チームは都内で行われたナビスコカップ決勝戦前夜祭に出席、そして前夜祭に先立って行われた会見ではそれぞれに熱い意気込みを語りました。明日戦うことが我々の目的ではなくて、明日勝つことが我々の目的であるので、ぜひ大分には決勝に出たことを楽しんでいただいてですね、
結果は我がエスパルスが取りたいというふうに思っております。まあ、desde que eu cheguei aqui, né, em 2005, que na sequência eu sempre acompanho o trabalho de Kenta, como desde que ele iniciou o trabalho no Shimizu, e não sou eu que vou... a resposta do trabalho é próprio resultado que a equipe vem tendo, a performance que a equipe do Shimizu joga. Então, não sou eu que vou analisar isso, mas todo mundo já sabe a sua capacidade como treinador, que com certeza tem os treinadores tops aqui do Japão. E a gente também teve a oportunidade de conviver 2 dias, né, junto no All Star. Então, a gente também teve uma boa afinidade como pessoa, né? Então, essa imagem que eu tenho, né, e por isso sei da sua capacidade, e estamos fazendo um esforço muito grande para que a gente possa fazer também um bom trabalho nesse jogo, para poder também poder superar essa, conseguir um resultado positivo. Mas eu também, em 2006 年のオールスターで、シャムスク監督と一緒に仕事させてもらって、まあ、自分が監督になってから、まあ、コーチという役割で、その監督の別の監督のミーティングなり練習なりどんな形で選手に接するのかというところを客観的に見る経験ができて非常にいい刺激になったなと。でシャムスク監督も非常に日本で結果を当然出しているわけですし、まあ、自分と同じ年だということもあり、ただ誕生日はシャムスカ監督の方が4日遅いんで少し年下になるんで、その辺は日本流に言えば先輩に少し気を使えようということは今のこの場で言っておきたいなというふうに思っています。まあ、本当全員すごい、なんていうんですかね、上手い選手が攻撃には揃ってるなというのを感じてますし、なんで、なんていうんですかね、的を絞りにくいというか、まあ、本当、全体を見ながら守備しないと、本当、一瞬の隙でやられるなという印象なんで、まあ、90分間通して、しっかり集中して守備できればいいなと思います。守備が強いっていうのは知ってるんで、まあ、何回止められてもチャレンジして、まあ、それで1点取ればいいかなって思ってます。チームとしても優勝しか見えてないし、もう本当にサポーター含めて盛り上がってるんで、明日は絶対優勝します。そして準決勝までの戦いで最も活躍が顕著だった23歳以下の選手に贈られるニューヒーロー賞、こちらはトリニータの金崎ムー選手が受賞、その喜びを語りました。チームのやっぱチームみんなで本当にこうなんていうんですかね、こう勝ち取ったというか、こう自分だけじゃないなっていうのは本当にすごい思いますね。はい、ゴールっていう部分もやっぱしっかり狙っていくべきだと思うので、まあ、本当にどんどんシュートを打ってチャンスメイクできたらいいかなと思います。さあということでね、ナビスコカップの一つの注目でもありますニューヒーロー賞ですが、大分の若き司令塔19歳金崎ムー選手が選ばれたということでね、まあ、あのニューヒーロー賞に選ばれた選手はね、その後素晴らしい実績を残していくというジンクスがありまして、まあ、日本代表にも選べる選手が多いですからね、これはまあ当然といったような結果ですね。まあ、本当にあのチームの勢いの中なんですけども、うん、やっぱり彼の勢いというのがチームにそのまま反映されてますよね。はい、すごく攻撃的ですし、すごく伸び伸びやっている、ここやっぱり評価されたんでしょうね。まあ、誰が見ても目立つ選手ですね。はい、そうですね、そうですね。久保さんもかなり前から圭さんにこの子は注目ですよって言ってましたよね。はい、もうプラス運を感じますね。うん、本来だったら家永くんがこのポジションをやってるはずで、はい、家永くんが怪我して金崎くんを使ってここまで来てるっていうことは、かなりこれからもいろんな運がついてくるんじゃないでしょうか。そうですね。はい、川原さんはいかがですか。もう今年の J リーグの、ね、シーズンの顔って言っていいぐらいの存在になったと思いますし、ただこの試合のためにこう U19 のアジアユースのこう遠征というのをあえてやっぱりこっちを選んだ、それはクラブも協会に対してそれだけのことをした大事な選手だっていうところが、そういうところからも見えましたよね。はいね、金崎選手おめでとうございます。おめでとうございます。これからのますますの活躍ね、期待しております。はい、さあそれでは早速試合に行ってみましょうか。はい、
念願の初タイトルを目指すトリニータと12年ぶり2度目の優勝を目指すエスパルスによるナビスコカップ2008ファイナル、まずは前半の模様をご覧ください。2008 J リーグ山崎ナビスコカップファイナル、大分トリニータ対清水エスパルスの決勝戦です。蹴るのは山本正樹21歳、清水のユースからこのトップに上がってきた。ミドルシュートを放ったのは兵頭明宏26歳です。まあ、これは一つ研究してますね。というのは大分の守備は横からのボールに非常に強いんですよ、はい、今もねパッと中央を締めましたから後ろに下がってそこの逆をエスパルスがついた。この辺はねよく見てるところですね。堀重から長いボールウェズレーに直接です。そして高松一旦戻す、ミドルシュートパッチングで逃れました。 いきなり打ってきましたね。気持ちがものすごく出た場面でしたね。さあそして大分花咲ムーブ、ホデルト花咲前に連動する、高松はここはさせない。今花咲が一回ボールを、ね、失いそうになるんですけども、はい、またそのまま体勢を立て直してボールを運びましたけどね。この辺はやっぱり才能のある選手ですね。山本正樹ワンバウンドでギリギリだ、わずかに外。兵頭と山本正樹のトリックプレー、少しコースをもらって当たりましたね。攻撃ですね、エスパルスの原ですかね。原の背中に当たった分外かいたんですけども、そんなにちょっとそこもね中盤の定評がありますもんね。ホベルト拾う、左には藤田もいる、左足のホベルトのシュート、ロングシュートを狙ってきたホベルトです。残り時間も頭にあったでしょう。ここで前半終了です。非常に内容の濃い45分が終わりました。大分トリニータ清水エスパルス、ともに決定的なチャンス1回ずつ生かせずに0対0。さあということでね、ナビスコカップの決勝戦本当にご覧のように盛り上がりました。この日も当日はですね、大分と清水から大勢のサポーターが詰めかけて、観客数は 44,723人にも上りましたね。リーグ戦とは違ったやっぱりカップ戦のファイナルということでね、非常にいい雰囲気でしたけど、本当にあの大分がね、
人数でいうとこう清水に圧倒されるのかなと思ったんですけど、サポーター頑張りましたね、みんな来てくれましたね。本当にすごかったですね。やっぱりこれだけ地理的に、ね、違えば違うのかなと思いましたけど、はい、大分ものすごい準備してましたね。なんか大分のサポーターは当日福岡経由で飛行機で来るみたいな形だったんですけど、はい、ちょっと福岡で飛行機がなかなか飛ばないなんていうので、やきもきしたっていう話あるんですけど、なんか燃料漏れで大変だったって言ってましたし、あとVIP 席の方も元中津江村の村長の坂本さん、ね、カメルーンのビリビリ泣いてましたよ。よかったわよかったわって。そうでしょうね。あとカメルーンの駐日大使も応援してました、ね、あそうですか。カールさんいかがでした。そうですね、僕は電車で行ったんですけど、やっぱその国立競技場の駅にどっち行ったらいいかわからないこう人がいつになく多かったんで、すごい聞いたことない方言あったり、なんかすごい独特のなんか今まで味わったないことない。僕あの周り行った時にやっぱりエスパルスのサポーターがすごく見えたんで、やっぱり清水はさすがに多いなっていう感じがしたんですけど、中に入ってびっくりしましたね。だから、素晴らしかったですね。さあ決勝前半は両チーム譲らずスコアレスという結果でね折り返しました。加藤さん前半どうでした。両方ともスコアレスなんですけども、やっぱり大分の方が守り慣れてるなと、もう完全に自分たちの作戦通りにはめ込んでるなという感じがしたんでね、はい、いつ逆にこうエスパルスはそれをいつまで我慢できるのか、はいはい、逆にそれからいつ攻撃を、ね、もっと積極的に仕掛けられるのかなと、そのくらいしないとこの大分にはきついなっていうのを、ね、僕前半感じたんですよ。いや僕は大分の守備の迫力と集中力みたいなものにちょっとびっくりしましたね。初めて大分の試合生で見たんです、今シーズン。やっぱり今の J リーグの順位に当然いてしかるべきチーム力というか守備力やなと思いました。1対0が多い、どうでしたこのチームだと、まあ、1点取れていいかなっていう感じですよね、そうですよね、もうシュートの時にはコースに3人も4人も入るし、1対1は強いし、でこうねこうゴールを背にして受けてる選手には確実に体を寄せていくし、簡単には振り向かせない、いや素晴らしかったですね。さあ両チームともお互い前半にビッグチャンスを迎えました。まずはトリニータが18分コーナーキックから高松選手がヘディングシュートと、さらにこぼれ球をホエルト選手が押し込もうとしたんですが、これちょっとアウトサイドにかかってしまってポスト直撃と。そうですね、まあ、まっすぐ入ってるんですけども、ここね丁寧に、でもちょっとねやっぱりキーパーが入った目に入った部分だけ ね少しなんですけど、ボールがちょっとアウト回転しちゃってるんですよね。これまっすぐ入ればいいんですけど、ね、本当にちょっとですけどね、時間があればサイドキックで簡単に入れられるんですけどね、はい、まあ、これも決勝ですよ ね、さあ一方のエスパルスも26分コーナーキックからのこぼれたボールを高木選手がシュート、これは枠を捉えきれませんでした。まあ、これもねコースに入ってる選手がいて、やっぱり左サイド狙わざるを得ないと。そうですね、これ見るとやっぱりもうコースないですよ ね上に打ちたくてもそのまま逆サイド上打ったらディフェンダーに当たってますし、ね、3人入ってますもんね。入ってます。やっぱ この辺はね守備というのはアクシデントがよく起きるじゃないですか、でもそういうものに対してもすごく対応できる、かなり本当にトレーニングしてるなっていうのがよくわかりますね、久保さんはこの前半をご覧になっていかがですか。はい、まさに大分の予想通りというか描いた通りの展開で、彼らユニフォーム合うじゃないですか、はい、で守備がいいじゃないですか、イタリア代表はカテナチオじゃないですか、はい、彼らは自分たちのことをカメナチオと言ってまして、カメ はチームマスコットだそうで、はい、俺らはカメナチオだということで、とにかく守備には自信持ってます。で、あとこの前半はホベルト・エジミューソン選手 の取るまでは攻撃に参加するというのも、はい、全て筋書き通りで、反対にエスパルスはちょっと意識しすぎたのかな、若い選手がみんな硬かったですね。そうですね、トリニータペースということですよね、はいはい、川原さんはいかがですか。そうですね、僕はいつもの大分よりやっぱちょっと前がかりだったかなという印象がありまして、やっぱそこはこう一発勝負で先制点をこう取りに行きたいというのが出てたなという印象だったんですよ、はい、ただちょっと慌て気味かなと思ってる中、こうひときわ冷静だったのがホベルト選手ですね。やっぱ彼が中央でどっしり構えてる中で、はい、こうエジミソン選手も金崎選手もちょっとこうバタバタしてた中、彼がやっぱしっかり中央でこう締めて、で今鈴木慎吾選手がこの試合出場停止だったんですね、はい、こうやっぱ大分にとって左サイドっていうのはやっぱりこの試合のポイントだったと思うんですけども、そこも結局藤田選手とホベルト選手うまいこう
距離感を保ってしのいで徐々に徐々にこう締め付けるように押し込んでいって、清水の方は、まあ、僕は入り方としてはそんなに慌ててないかなという落ち着いてるなという印象はあったんですけども、気づけば伊藤輝選手が最終ラインに組み込まれてて、こうやっぱ攻守の切り替えのところで長い球を送らざるを得なかったと、はい、まあ、大分の得点の匂いがプンプン漂ったまま終わった前半だったかなと思います、はい、まあ、前半はどちらかというと大分ペースなのかなという感じですが、はい、さあそれではあ、ね、試合が動きました。後半戦いってみましょう。はい、ついに均衡が破れたナビスコカップ決勝戦、後半の模様をご覧ください。2008 J リーグ山崎ナビスコカップファイナル、大分トリニータ対清水エスパルス、後半の45分が開始されました。その時の気持ち振り返ってください。いやもう最高でした、はい
あの先制ゴールの時、よーくあの狭いところヘディング。いやもう自分だけの力じゃなくてね、もう本当チームメイト、スタッフ、そしてサポーターのみんながここまで国立まで来てくれたおかげだと思うんで、もう今日は一日喜んで、またリーグ戦がすぐあるんで気持ちを切り替えてリーグ戦も優勝できるように頑張りましょう。いやもうなんかほっとしてるっていうか、まあ初めての自分としてもチームとしてのタイトルってことなんで、まあすごいすごい嬉しいなって。まあ個人としてはしっかり試合全体の流れを見ながら危険なところにカバーリング行ったりインターセプトできたりっていうのはできたし、まあ本当チーム全体としてもその意識がすごい高かったですし、まあ周りとの距離っていうのもすごいいい距離でできたんで、まあ一人が抜かれても二人目で封じるっていうことで、まあ本当すごいいいサッカーができたなと思います。まあ前半もそうなんですけど流れの中からっていうのは崩されはしてますけど、最後のところで体は張れてたんですけど、まあ、1失点目で最後崩されて最後のところで、ちょっと隙が出たかなって感じです。そうですね、後半の最初結構僕らのリズムになってもうずっと、まあ、いい形でボール取ってチャンスも作れたし、まあ、本当に、まあ、そこで自分たちのリズムを途切れさせなかったらよかったんですけど、まあ、そこで相手にゴール決められて、まあ先制点取られてちょっと僕らも前に出ないといけないっていうことで出たけど、やっぱ2点目取られて、まあそこでちょっとやられたかなと思います。まあ相手も、まあ、ワンツーマンというかディフェンスがマンツーマンについてくるんで、まあそこを3人でどうにか連携で崩したかったんですけど、まあ、その点取られるまでは良かったんですけど、やっぱ点取られて、まあ、僕らも前がかりに行かないといけないっていう風になった時にやっぱりちょっと焦ったり、まあ、そういうのが出てやっぱり、まあ、うまくリズム作れなかったかなっていうのがあるし、まあ、相手はもうシンプルに、まあ、ロングボール入れてやってくるんで、まあ、本当先制点が鍵だったかなっていうのがあります。さあということで試合は後半に2ゴールを挙げた大分トリニータが勝利ということでね、風間さん、大分トリニータ初ファイナル、そして初国立競技場、見事初タイトルでございます。見事でしたね。特にあの K さんもね、あの前半の時ちょっとおっしゃいましたけど、はい、サイドここのとこを相手、要するにエスパルスのは 4-4-2 ですから、はい、2人いるんですよ、はい、3-5-2 ですがサイド1人なんですけど、ね、本来はエスパルスがあのそこを稼働させなきゃ、うん、起動させなきゃいけないのを逆にあそこから点を取ってしまった、はい、しかもね、あそこ2人いっぺんに置き去りにされましたから、うん、結果的に中央の2人、高木と青山が釣り出されちゃいました、ね、そうなんですよね。逆にあの高松の高さがものすごく際立ってしまった、はい、あれは見事な点でしたし、ね、ここですね、もう完全2人前、はい、飛ばされてサイドですから、もう中央の2人は飛ばされてしまいましたんでね、ここはもう高松が王様ですよね。そうですよ ね、これも高松選手の形ですよね、はい、後半23分ですよね。いいとこ落として入れましたけどもね、ですけどもこのチャンスを作ったのはこれも意図的ですよね。これ、やっぱりリーグ戦の戦いからそのカメナチオの大分から見たらこの1点取った時にもうちょっとね、サポーターそして選手みんないけると思ったでしょうね。思ったでしょうね。だからやっぱりそこが強さですよね、うん、なかなか普通は今のサッカーだと1点取ったらもう1点取る、はい、ちょっとあの気をつけろよっていうところがよし俺たちのもんだっていう感じがしてますよね。そうですよね、まあこの日先発出場を果たした高松選手はね、この貴重な先制弾を決めて MVP にも選ばれたと、うん、まあ本当に、まあ、ある意味試合を決めた大分の戦い方からでいうと1対0でこの試合で決めたというような先制ゴールでした。もう K さんのおっしゃる通りで1点が決勝点だっていうことで、うん、多分大分やってきてたと思うんですよ、はい、そういう意味では MVP 当然です ね、さあそして試合終了間際にはまたも金崎選手からのボールをウェズレー選手がダメ押しゴールを挙げました。これもあの後半44分になってたんで、清水の高木選手がスローイン投げに行ったんですよね。そうですね、もうね急いでたんで。そうですよね、本当はセンターバックはねそれに絶対しちゃいけないんですよ、うん、はい、それがもうまさしくここに出てしまったんですけども、
これはもう勝負もうかける気持ちはしょうがないんです。しょうがないですよね、もう時間ないわけですから、その近くにいた選手がスローイン投げるっていうのはね、リスタートを早くするっていうのはしょうがないことなんで、俺センターバック戻るからお前投げてくれなんていう時間使ってる場合じゃないですもんね。そうなるとまたでもウェズレーがいっちゃうんですよ入れちゃうんですよいや試合中ねしばらくウェズレーを見てる時間があったんですけど ねみんな大分の選手が必死で走り回ってる中前でチンタラチンタラやってるんだよねところがやっぱりボールが来た時のあのシュート力、そのキーパー上弾きましたけどあれも枠飛んでましたからね、素晴らしいシュート打ちますね。シュートのためだけに彼はいる怖さを見せくれました ね、はい、さあそれにしてもトリニータは本当にリーグ戦同様守備陣の奮闘が目立ちました。3バックの上本選手、森重選手、そして深谷選手、そしてボランチのホベルトとやっぱりエジミウソン選手、鉄壁でしたね。あの当然後ろの3人もものすごくね両サイド空いてるわけですけども、ここの挟み込みですね、守備もうまいんですよ、それ必ずゴール側から守る1人は、そしてもう1人が挟む、この形徹底してますね。ここもそうですね、絶対に自分の後ろに通させない、この辺の守備はねもう徹底されてるんですよ。ですけどもその中にこれだけ献身的な外国人選手なかなかねいないですよ。あの4から来た時はさっき言った3人がねあの2人ずつでこう挟みますよね、今度は縦に入った時は必ずこの2人外国人選手が2人必ず挟んじゃうんですよ、はい、ですけどもすごい運動量と常にねどちらかというと裏方ですよね、そこをねこれだけ献身的にやらせている石山塚監督もすごいと思いますけども、やっぱりそれができるこのチームというのは強さを感じますね。すごい、シャムスカ監督も会見でね、うちは3バックなので清水の岡崎原枝村この3人に対してどうやって4対3を作るかと、これがテーマだと、まあ、選手は一番良い形で結果残してくれたということでねコメントされたそうですけど、大きく考えれば4対3なんですけど、各ポジションで全てね2対1ですよ。ああ2対1、そこを作ってましたから、これはもう当然余裕がありましたね。枝村選手も期待してたんですけどね、日本のランパードやと思ってるんですけど、ね、いやでもね森重を一人余らしてるんですよ。余らしてるんですよね、森重を最後の最後まで余らせるっていうことは4人で常に2対1を作ってるわけですから、それはすごいですね、はい、では久保さんから見たトリニータの勝因っていうのは何ですか。はい、もうたった一言、シャムスカ監督が戦い方がぶれない、どんな相手でも戦い方やり方が同じだということですね。でこの試合に関しては選手たちのミーティングはただ一言エスパルスのフォーバックはサイドをつけば勝てるよという言葉だけだったそうです。それを忠実にやってました。あと一番は高松選手ですね。心にくい采配だと思ったのは、まあ、キャプテンでもありましたし、高松君自体がこの日のスパイクの日にちを刺繍で、このナビスカイの決勝の日にちを刺繍でスパイクに入れたそうですから、相当気合いを入れてたし、そういうモチベーションの上げ方最高ですね、シャムスカさん。川原さんはいかがですか。そうですね、僕も木久保さんと全く同意見で、もうシャムスカ監督のこうチームマネジメント、その勝利だと思いますね。やっぱシャムスカ監督はこうベンチ含めてこう若手の新人選手も含めて非常にこう一人一人の選手をよく見てるらしいんですよ。それはこうプライベートまで行って、こう例えばどの選手とどの選手が普段こう例えば食事に行ってるとか、はい、そういうところまでよく見てるらしいんですよね。はでそういう中で選手のコンディションというものをしっかり管理して、例えばこう選手の戦術に対する理解であったり、そういうものをもう欠かさずやっていると。でその中で弾き出されたスタメンなんで、もうそれは間違いないものでしょうし、この試合でも高松選手を久々スタメン復帰させているのも、ものの見事に当たっていると、そういう意味ではこうチーム一丸となって一つの絵を描いてこう90分戦ってたなというのがすごく感じましたね。あとは僕はそのやっぱこのチームは守備って言われますけども、風間さんもおっしゃったように、こう非常に一人一人のこう責任達成能力というんですかね、こう自己責任というものは非常に強くて、そのエリアに入ってきた選手に対して1対1で絶対に負けないっていう、そこへのこだわりがこうチーム全体の一つの集合体となってこのチームのスタイルになってるんで、これはもう相当まあぶれないというか、こう非常にこう根太いものを改めてこう突きつけられたというか、こう感動的ですらありましたね。シャムスカ監督名将なんですね。そうですね、ケイさん一つ気になったことがあるんですけど、何でございましょう。皆さん以前選手層の薄さがちょっと気になるっておっしゃってたじゃないですか。今はどうなのかなと思って取りに行った。今はどうなんですか。いかがですか。選手層、まあ一発勝負ですからね。そう、これはもう一発勝負ですし、リーグ自体、例えばね、選手層の薄いって、例えばこれで ACL に出ると、なって試合数がバンと増えた時にどうかなというところでも、このチームは11人ではなくてやっぱり16人ぐらい揃ってますよね、その1試合1試合を戦う上では。ただこれが試合数が増えてくるとどうかなっていうことになる。
まあ、ナビスコのファイナルに関しては一発勝負ですからね、そこは選手の薄さとかあまり関係ないですね。わかりました。長いリーグを戦う上においてね、いろいろ、まあ、いろんな種類の試合が増えてくると大変だということですか。はい、わかりました。さあ、一方のエスパルスなんですが、トリニータのマンマーク、そして素早いプレスに自慢の攻撃陣、抑えられて前線の3人、岡崎選手、原選手、枝村選手のシュート数は合計しても岡崎選手の1本だけと、うん、いうこれはもうトリニータの術にはまってしまったと。はまりましたね。ですから、これが逆に言うとエスパルスの強みでも弱点でもあると思うんですよ、はい、というのは、空いたスペースがあるときに、この3人の前の、ね、3人のスピード、それから走る場所を見つけた時のこの3人はすごくいきますけども、うん、まず大分にそこをすべて消されてしまった、うん、その一つの大きな原因としては両サイドを下げられてしまって、はい、先ほど川原さんの話もありましたけど伊藤テルまで下げられてしまった、うん、そうなると今度は孤立してなおかつ場所が与えられない。そうなんですよね。ここのところはもう完全に作戦にはまってしまったという形ですよね、うん、個人個人が悪いわけでなくその個人個人を完全に分断されてしまった。逆に守ることがやっぱり守備だけじゃなくて、はい、両サイドを攻めたことっていうのがものすごく大きな一番守備が機能したことでしょうね、大分からすると。ですからそこを抑えられてエスパルス辛かったですね、はい、久保さんはエスパルスの敗因についていかがですか。はい、こちらも一言、長谷川監督が意識しすぎました。トリニータのことをとにかくもう絶対に勝つんだという意識をしすぎた結果が、はい、裏に目に出ちゃいましたね。長谷川監督がどうしてもこのタイトル欲しかったみたいですね、はい、今回、うん、というのはガンバもレッツもナビスコを勝ってビッグクラブになったんだと、だからこれは取らなきゃいけないって選手にも相当言ってたそうです。はい、川原さんはいかがですか。そうですね、まあ、前半終わった段階で、まあ、若干劣勢だったというのは間違いなかったと思うんで、後半も同じ入り方をしてしまったのが、まあ、ちょっとこう悔やまれたというか、うん、まあ、シャムスカ監督も試合後に話してたんですけども、おそらく大分は3バックをこう開かされるのが一番怖かったと思うんですよ、はい、でそれに対してこう清水が例えばこう3トップなりそういった手を先に打ってればまた違う展開になったかなと、うん、で実際にこう市川選手と試合後に話したんですけども、こう途中から出てきましたけども、はい、かなりこう息のいい動きをしてたと思うんですけども、うん、両サイドにスペースがあるのに全くつけてなかったというのを彼はベンチから見てて感じてたらしいです、うん、でそういったあたりをこう、まあ、高松選手に先制されるまで清水の時間帯だったんですよ、5分ぐらい、はい、でその時に畳みかけてればちょっとまた変わったのかなと思いますけども、やはりこう、まあ、結果論なんで、うん、こうやっぱりちょっと後手を踏んでしまったかなというのはありますね。ね、さあということでね、見事大分トリニータが初優勝を飾ったわけですが、ファイナルゴール、こちらはですね、すでに VTR にもありましたが、トリニータのウェズレー選手でしたということでね、もう高松選手を予想してた人はね、このままいってウェズレーっていう人も多かったと思いますけど、そうですね、まあ、ウェズレー選手ですから一番投票としては多かったのかなっていう感じしますけど、さあ続いてまいりましょうか。はい、ナビスコカップ決勝を戦い終えて指揮官はどんな心境だったのでしょうか。試合後の監督会見をご覧ください。まずは大分トリニータ選手、監督、スタッフ、サポーターの皆さんに心からおめでとうと言いたいというふうに思います。まあ本当に我々もう精一杯この試合に勝つための準備をして今日ここ国立で戦ったわけですけど、何が何でも勝ちたかったし勝たなきゃいけない試合だった、そういうゲームを勝てなかったのはまだまだ私自身に力がなかったというふうに思います。自分自身でも情けないし、勝たせてあげられなかった選手たちにも申し訳ない気持ちでいっぱいだ。またたくさんのサポーターが今日来てくれた中で勝利の歓喜というのを味わわせてあげたかったというのも達成できなかったということに関しても申し訳ない気持ちでいっぱいです。まあ、ただ、まあ、残念があってでもしょうがないというのは分かってはいるんですけど、悔しい気持ちで情けない気持ちで今はいっぱいで、なかなか
これといった言葉が見つからないというのが正直なところです。Bom, para todo mundo esse título representa muito em Oita, como a gente vem construindo aí de algum tempo, buscando, né, um título, uma equipe que é uma equipe emergente dentro do futebol japonês. E a gente realmente é um sonho que cria uma nova perspectiva para o clube. Então tem um significado muito grande para todos nós essa conquista. Agradecer muito, né, essa quantidade de torcedores que vieram do Trinita. Como a gente sentiu mesmo a emoção de estar jogando em casa, mesmo longe da nossa cidade, mas a gente teve um suporte muito grande do nosso torcedor, que acreditou, né? Porque quem veio aqui acreditava no título. E eu quero agradecer muito a essas pessoas que puderam comparecer e dar esse apoio, fazer com que a gente se sentisse em casa aqui no Kukuritsu. Nós mantivemos um padrão, né, de trabalho que é normal, mas quando se trata de uma decisão, se busca muito mais os detalhes, né, porque numa decisão, cada detalhe pode definir o jogo. E como a gente esperava também, um jogo muito equilibrado, pelo bom momento que a equipe do Shimizu vem atravessando, a gente sabia que ia enfrentar um adversário forte, então os detalhes eram muito importantes. E, lógico, a principal mudança era o controle, né, na ansiedade. O nível de motivação sempre é alto para uma decisão, mas esse controle da parte emocional durante a semana, que a gente preocupou mais para esse jogo, foi a única coisa de diferente para a gente criar um ambiente, um nível de motivação ideal para boa performance, né? Se passa, também atrapalha a performance. A gente tentou trabalhar essa parte emocional para manter um nível de motivação no ponto ideal.いやー、長谷川健太監督悔しそうでしたけどもね、まあ本当に素晴らしい試合を見せてくれました監督、そして選手、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。来年もね、素晴らしいナビスコカップになってもらいたいと思います。はい。